こそホグワーツへ。皆さんがどの寮に入るか組み分けをします。魔法使いたちの緊張の瞬間、それがホグワーツの組み分けの儀式。寮はなぜそんなに重要なのでしょう。そしてそれぞれの特徴は。どうしよう、大丈夫、リラックス。心配いりません。どの寮にも思っている以上の魅力があります。スリダリン生たちはニンバス2001を片手に感じ悪くしているだけではないですし、レイブンクロー生たちも風変わりな本の虫だというわけではありません。グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、そしてスリザリン。10世紀にホグワーツを創設したのはゴドリック・グリフィンドール、サラザール・スリザリン、ヘルガ・ハッフルパフ、ロウェナ・レイブンクロー。親友だった4人が目指したのは世界最高の魔法学校を作ることでした。4人は生徒の性格や魔法使いとしての特徴に基づき4つの寮に組み分けすることにしました。当初は創設者が価値観に合う生徒を選んでいましたが、その後ゴドリック・グリフィンドールの帽子に魔法をかけ最適な寮に組み分けるようにしました。この帽子には生徒の心の中を覗いて真の可能性を占う力があります。勇気にあふれておる。何千人もの生徒を組み分けしてきた帽子ですが、振り分けが難しいことも。難しい、こいつは難しい。実はハーマイオニーはレイブンクローに決まりかけていました。しかし組み分け帽子はこの愛すべき読書家に最適な量をじっくり検討し、グリフィンドール。ハリーポッターの小説では1年生の組み分けは入学初日の夜に行われます。スーザン・ボーン。一人ずつ呼び出され組み分け帽子を頭に乗せます。ハッフルパフ。ただその前に帽子が毎年歌を披露。この時ばかりは帽子が主役です。何か思い詰めてるね、ポッター。それぞれの寮の特徴はご存知の通り。スリザリンはダメ。グリフィンドールは勇敢で意志が強い。スリザリンは誇り高く野心家で狡猾。レイブンクローは基地に富み学と知恵を持つ。ハッフルパフは献身的で忍耐強く誠実。しかしそれだけではありません。行動が先、考えるのは後のタイプなら乾杯。グリフィンドールでしょう。ハリーポッターと賢者の石で組み分け帽子はこう言います。グリフィンドールに入るなら勇気ある者が住まう寮、勇猛果敢な騎士道で他とは違うグリフィンドール。でもヒーローや反骨心ばかりの寮は合わない人もいるでしょう。狡猾で野心的ならスリザリン向き。スリザリンの中にはその野心を誤った方に向ける生徒もいますが、野心があること自体は決して悪いことではありません。多くのスリザリンは成功に貪欲で功績を残そうと果敢に挑みます。あのマーリンもスリザリンです。勲一等マーリン勲章の緑のリボンは寮の色だと言い伝えられています。では勤勉と誠実を重んじるなら。そんなだから僕が贔屓してるって言われるんだぞ。組み分け帽子はハッフルパフだというでしょう。ハッフルパフ生は正義感が強く平等です。君が取れ、助けられた借りがある。実際闇の魔法使いになった人が一番少ないのがハッフルパフです。僕の人生で最高の瞬間かも。では努力家は。大胆なファッションで自己表現する人は。おはよう。問題解決に優れているなら。エピスキー。きっとレイブンクローでしょう。レイブンクローは頭脳明晰で知られますが、個性を重んじるのも特徴です。同じくらい正気だよ。偉大な発明家や技術者を多く輩出しており、例えばヤリック・オリバンダーは世界最高の杖職人と言われています。不思議じゃ、なんとも不思議じゃ。どうでしょう。ではクイズです。あなたは金の卵をもらいました。開けるとひどい音を出すのでとても聞いていられませんが、その卵は重要な秘密の情報を持っています。どうしますか。 A. 図書館に行って金切り声を出す金の卵について書かれた本を探す。ハリー、もう一度言って。 B. 卵をくれた人に秘密を話すよう仕向ける。あそこはなかなかいいところだ。 C. 耳当てをつけて卵を開け、言っている内容が分かるまで聞く。 D. 卵が秘密を言うまで辛抱強く待つ。それぞれの寮の特徴はというと。 寮の
特徴は分かりましたが、グリフィンドール、レイブンクロー、ハッフルパフ、スリザリンでの生活はどのような感じなのでしょうか。寮があなた方の家です。良い行いをすれば寮の特典となり、規則を破ったりすれば減点されます。ホグワーツの寮は個性が似ている生徒が集まるだけではありません。そこで7年間一緒に学び、成長し、応援し、そして楽しく過ごすのです。こうして寮は本物の家族になるので、ホグワーツを我が家だと思う生徒もたくさんいます。あなたに会うのはどの寮でしょう。ウィザーディングワールド .com やハリーポッターファンクラブアプリで組み分けクイズをやってみましょう。どの寮の人でも楽しめる情報をお伝えするディスカバーハリーポッター、次回もお楽しみに。